一番楽しいのはやっぱりさっきも言ったんですけど、自分が成長できたなってこう実感する日。逆に言えばまあそこを楽しみにやってるようなものなので、その時うまいかってそれほど大事なことではないので、その先こうどれだけうまくなるか、うん、未だに僕はピークではないですし、今負けてたとしてもこれから先、うん、勝っていけばいいだけなので、なんでしょうね、あもう本当に憧れだけで言ったら宇宙飛行士になってみたかったな、未だに思いますけど、誰も見たことがない景色を見てる人っていうのはすごいなと思います。なんでしょうね、やってみたら自分しかこう気づけないこととか、自分しか達成できないこととかっていうのは、まあやっぱり自分にとって特別なことなので、そういう経験をしてみたいなという気持ちはあるかもしれないですね。